そして今入ってきてまいりましたのが新潟下駄総踊り長島流新潟たるぎなたの皆さんです。新潟の下駄総踊り、これはたるぎなたのリズムに合わせまして小足田を履いた踊り子たちが大地を打ち鳴らすようにランプする新潟でしか見ることのできない踊りなんですが、今日は皆様にしっかりと見ていただきたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは、新潟からやってまいりました、新潟下駄総踊りの面々でございます。その昔4日4番3日2番3日2番4日4番と踊り明かした盆踊りがありました。それを現代版にアレンジをしましてですね、現代版に復活をさせているのがこれからご披露させていただきます新潟下駄総踊りです。次の世代の子どもたち、そしてその町がより良い世の中に社会になるように、そんな祈りが込めた踊りでもございます。どうぞご来場いただいた皆さんと一緒になってですね、新潟の祭り、そしてこの大地の祭りをですね、この今日に起こすことができればなと思っておりますので、どうぞ皆さんの手拍子をいただきながら一緒になって盛り上がっていきたいと思います。どんな感じのリズムかというのをちょっとだけねやります。せーの、じゃんじゃん、このぐらいです。はい、ありがとうございます。それでは参ります。この会津の地に新潟の情熱を響け、祭り起こせ。新潟下駄総踊りです。
がとうございました。お聞き皆様ありがとうございました、はい、ありがとうございました。新潟下駄総踊りの皆さんでした。大きな拍手をお願いいたします。この後もパレードよろしくお願いいたします。さあ、そしてこの下駄の軽快な響きに誘われてか、後ろの方に龍がやってきましたね。この後は埼玉龍神祭り会の皆さんに登場いただきたいと思います。新潟下駄総踊りの皆様、どうもありがとうございました。